シュタイン博ルートビヒ一世17世紀のベルトハイム博領レイイコールベルトハイム家はドイツの上級貴族の家系ビッテルスバッハ家のプファルツ選帝校フリードリヒ一世を子祖とするプファルツ選帝校家の三男だったフリードリヒ一世は兄の選帝校ルートビヒ四世の死後その幼い一人息子フィリップの後見人となり1451年には フィリップを自分の養子にすると自ら先抵抗く公いにつくという越見行為を犯した。先抵抗く公いを横領したフリードリヒは後継者である老い、フィリップのために生涯独身を貫くことを制約した。しかし、フリードリヒ一世は1459年頃にアウクスブルクの市民の娘クララトットと恋仲になり、二人の息子、フリードリヒとルートビヒを儲け、 1472年には、クララと、キセ戦結婚した。息子たちには当然ながら、選定校下の相続権も、加盟を名乗る資格もないため、この結婚は問題にならなかった。フリードリヒの成人した息子ルートビヒ一世は、個人資産として、ノイシャルフェネックジョーとレーベンシュタインの所領を分与され、1494年には、新生ローマ皇帝マクシメリアン一世により、 帝国博の地位を与えられ、レーベンシュタイン博となった。1510年のランツフート継承戦争での敗北後、レーベンシュタイン博領はビュルテンベルク公爵の総主権を認めさせられた。最初の本拠であるノイシャル・フェネック城は後に放棄された。ルートビヒ1世の孫ルートビヒ3世は、女子相続人との結婚により、ベルトハイム博領を継承し、一時的に失われていた。 帝国博の地位を回復した上、加盟をレイ・コールベルトハイムに改めた。1597年、ルートビヒ3世は、家内協定を定めて二人の息子に領土を分割相続させることを決めた。この家内協定は二人の息子たちが宗教改革において異なる宗派を信奉していたことが原因だった。こうして、レイ・コールベルトハイム家はルター派信徒のフィルネブルク、系と、 カトリック信徒のローヒエフォールト系に分裂した。二つの系統は1597年の領土分割に際し、家領を構成する複数の伯爵領の地域区分を度外視して、領土の分割線を引いたため、異常なまでに両国の統治、経営が難しくなった。カトリック信徒であるローヒエフォールト系は宗派を同じくするハプスブルク家とも親しく、1711年には、 帝国諸侯に消着した。フィルネブルク系は101年後の1812年に、ようやく公尺に消着したが、これも、ひとえに同族のバイエルン王家の恩情のおかげであった。19世紀初頭までに、両系統は、名字の地であるローヒー・ホルトと、フィルネブルクを失った。後に、カトリック系は、ローゼンベルクを本拠として、レイ,イコルベルトハイムイコールローゼンベルク家と、 ルター派系は、フロイデンベルクを本拠として、レイ・コールベルトハイムイコール・フロイデンベルク家を称した。フランス革命前夜、レイ・コールベルトハイム家の領土は、マイン川流域、オーデンバルト、ボヘミア、プファルツ選定公領、アイフェル地方、オーストリア領ネーデルラント、アルザスに拡散していた。これらの領地は極めて強小な所領の寄せ集めであり、 また領地は2系統のそれぞれが領主としての権利を共有する形を取り続けている部分も多かった。1803年の帝国代表社会議主要決議により、レイ・コールベルトハイム家はライン川佐岸地域の領土を失い、代わりにマイン、川下流域に保障領土をあてがわれた。この領地外により、同家の領土はより一体性のあるものになったが、 独立療法としての成長はかなわなくなった。1806年、同家の領土は、ライン同盟によって売信化されるのである。家領は6つの大療法、バーデン大公国、ビュルテンベルク王国、バイエルン王国、ビュルツブルグ大公国、フランクフルト大公国、ヘッセン大公国の主権下に置かれた。1815年のウィーン会議による最終的な領土再編の結果、 ビュルツブルグとフランクフルトは消滅し、残り4国家がレイ・イコールベルトハイム家領の主権者となった。ただし、ローゼンベルク家は18世紀よりボヘミアに莫大な所領を有しており、この領土は4国家ではなく、オーストリア帝国の主権下にあった。レイ・イコールベルトハイム家はシュタンデスヘル身分となったが、1918年のドイツ革命に伴う共和制の出現でその身分も、 失った。同家の2系統は、現在も続いており、ローゼンベルク系は1720年より所有する、クラインホイバッハの城に、フロイデンベルク系は、クロイツベルトハイムの城にそれぞれ居住している。1611年、レイ,イコールベルトハイム博家は、フィルネブルク、フロイデンベルク系とローヒエフォルト、ローゼンベルク系に分裂する。レイコールベルトハイムイコールフィル。 フロイデンベルク家の紋章、レイイコールベルトハイムイコールフィルハク、フィルネブルク、フロイデンブルク家は、長子相続性を確立しなかったため、ハインリヒ・フリードリヒの5人の息子たちは家領を分割相続し、数多くの分家が創設されて、カモンの繊維は衰えていった。1812年、ヨハン・カール・ルートビヒは、バイエルン王国の公爵に昇釈する。 レイ・コールベルトハイムイコールフロイデン・ベルク公1918年以後の、レイ・コールベルトハイムイコールフロイデン・ベルク家課長、レイ・コールベルトハイムイコールロー、ローゼンベルク家の紋章、レイ・コールベルトハイムイコールロー白1711年、マックシミリアン・カール・アルブレヒトは、帝国諸公に昇着する。レイ・コールベルトハイムイコールロー公 レイ・コールベルトハイムイコールローゼンベルク校1918年以後の、レイ・コールベルトハイムイコールローゼンベルク家課長。ありがとうございます。